皆さんこんにちは。ライフハックを探求するフリーランスのリンダマンです。このラジオでは毎日未来が楽になるライフハックな生き方術を発信しています。まあ今世間的にはですね、ツイッターが今非常になんかこう盛り上がってますよね。あの日本では本当に世界中類を見ないぐらい日本っていうのはツイッターが人気があるんですよ。まあやっぱり大きな違いは日本語だと思うんですよね。英語だと140文字ってすごいなんかこういっぱい英語って言葉が使わなきゃいけないんで、でも日本っていうのは漢字もあるしカタカナもあるから、日本の140文字って英語の200文字ぐらいに匹敵すると思うんですよね。まあだから日本っていうのはその文字の文化もあったのですごく流行ったと思うんです。まあそんなツイッターをイーロン・マスクが買収しましたよね。なんか買収するとかしないとかいろんなことがありましたが、僕はあの時にもう揺さぶってるなと思ってたんで絶対買うだろうなと。しかも今みんないろんな人がいろんなこと言ってるけど、まあイーロン・マスクはもう絶対勝算がないものは買わないと思うんで、なんか飛ぶんじゃないかとか、今マストドンっていう SNS にもう100万人が移動してツイッターは終わりだとか言ってる人もいますが、俺はきっと勝算があると思うんですよね。勝算がないことはやらないと思いますんで、まあきっとツイッターがこれからそういう炎上が少なくなったり、人を中傷するとかそういうものがもっと少なくなる、オーガニックな、そして運用もね、運営側も広告とかのスタイルも頼らない、ブルーマークとかそういう課金とかサブスクリプションとかそういった要素を加えながら、きっと賞賛がある形の SNS になると思うし、やっぱりツイッターめっちゃ面白いですよね。なんかみんなで歌って踊ってってショートムービーもいいけど、それではなかなか伝えられないことがある。やっぱ文字だからこそ気持ちとか考えてることを伝えれる、まあ日本人は特に合ってると思いますから、これからツイッターがさらに盛り上がっていくのを楽しみにしております。さあ今日の本題いきましょう。テーマは日本の物価は上がり、税金は上がり、収入は下がっているということについてお話していきましょう。まあ今日本の現状っていうのはどんな感じかっていうとね、本当に物価が上がってますよね。もう物価が上昇している。で税金も上がっています。もうどん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 税率が上がっていますよね。きっと消費税も 30% ぐらいにいくんじゃないですか。でも世界で見たら2割3割っていうのは当たり前で、日本なんかまだまだ低い方なんです。まあ税金っていうのは先に払うか後に払うかの違いなので、まあ税率はどんどん上がっていくでしょうね。そして収入が下がっていってますよね。収入下がってないよって人もいるかもしれないけど、年齢給がつかなかったりとか、そういうのを考えていくとやっぱ収入下がってるわけですよ。そして何を隠そう、円の価値も下がっていると。まあそして高年齢化してるじゃないですか。じいちゃんばあちゃんが増えてるということは年金のもらえる額とかも減ってきて、納税者の少子高齢化だからそれも減っていると。そして人口もどんどん減っているっていう、まさにオワコンじゃないかと思うんですよ。日本は本当にこの国はドロドロだなと思います。そして今日本はね、今バーゲンセール中なんです。もう日本って海外から来ると何でも今3割引きなんですよね。今中国人が日本のマンションとか物件を買いまくってるって話がありますが、まあ何でも3割引きですから、中国人すごいよ。物件なんか内覧見なくてももうクリックでネット上で買うんですよ。まあこれもアジア圏では日本とシンガポールとマレーシアぐらいかな、その買えないんですよ海外の人は。日本人ですぐ海外の人に売っちゃうんだけど、本当にこんなことやってたら中国に乗っ取られちゃうんじゃないかと思うんだよね。僕たちは中国の特に上海とかって土地とか買えないんでしょ。70年間の、まあ、借地みたいな、借りるみたいな、所有権を借りるみたいな考え方なんですね。だからもう日本人出てけって言ったら追い出されちゃうような、まあそういうブロックしてるんだけど、日本っていうのは規制がその辺緩くて、まあ海外の人どんどん目先のお金目当てに売ってる人がいると。まあこれからどうなっていくかというと、1200円のランチが2000円になっていくわけですよ。どうですか。別にまあ物価も上昇してるししょうがないよねで解決できる人もいれば、いやー1200円が2000円は痛いなって思ってる人もいるんじゃないですか。まあそんな中、今この国っていうのは本当にこれから、じゃあ今僕も子育てをしていますが、子供に英語を教えないなんて虐待だと思うんですよね。だって人口が減っていく、円の価値は下がっていく、収入も下がっていく、税金は上がっていく、医療費は上がっていくっていうドロドロなんでね。そんな国で子供を育てるっていうのはもう虐待だから、グローバルスタンダードに英語、スペイン語、中国語がちょっと喋れるような子供に育てなきゃいけない。俺は言語だけじゃないと思うんですよ。言語だけではなく、そのなんていうのかな、初めて会ったアフリカの子供も言葉が通じなくても、なんかそのボディーランゲージとかアイコンタクトとかで、そういうのコミュニケーションが重要。言語に頼ったコミュニケーションだけではやっぱ難しいですよね。僕英語もそんなに喋れないんだけど、結構いろんな国で戦えたのは、そういう目を見てこいつ嘘ついてるなとか、そういうのを察知する力があったってことですよね。まあこんなグローバル化の波にやっぱ対応させていかなきゃいけないわけです。
そしてね、この日本はドロドロですよ今。もうさっきも言った、収入は下がる、年金は上がる、税金は上がるってなった時に、何を大切にしていけばいいのかですよね。で、僕はあれ青山だったか表参道だったかちょっと忘れましたが、ある時こう歩いていたらね、海外の子供が道端でおもちゃを売ってたんです。まあ結構な高級住宅街で、どうでしょう、日本の親御さんだったら、あんた恥ずかしいからそんなとこでやめなさいって言ったと思うんだけど、さすが海外の子供ということで、まあそのおもちゃを売ってお金に換えて新しいおもちゃをトイザラスで買うっていう、まあお金を稼ぐっていうことを親が多分学ばせてたんでしょうね。そのお金を稼ぐ力をつけさせる能力をつける、まさにそういう力って大事だと思いませんか。別にまあ路上じゃなくてもメルカリで物を売るとか、プレイステーションのソフトをまたブックオフとかで売って、そのお金でまた新しいゲームを買う、まあそういうことでお金のマネーリテラシーっていうのを上げていけますよね。まあ海外では学校でそのモノポリーとか、日本でいう人生ゲームみたいな、日本もね桃鉄が始まりますが、まあそういうお金のリテラシーを上げる授業とか考え方っていうのもたくさんあるんだけど、日本は食卓でお金の話をしなさんなみたいな感じで、なんかお金は汚いものだって思わせるような教育が多かったりしましたよね。まあ僕は大事なことは子供に何を教えなきゃいけないかっていうと、単眼思考、物事を一点とか一方向で見るんではなく、トンボって目がね、もう確かあれ何千個ってあったと思うんですが、もう複眼思考っていうんだけど、多面的にいろんなところ、高いところから見たり低いところから見たり、同列で見たり、そういう複眼思考みたいなことを教育していくことが大事だと思うんですよね。雪が溶けたら川になるというテストだけではなく、雪が溶けたら夏になるとか、もうとにかくいろんな考え方があるわけですよ。つららができるとか。でも日本っていうのはなんかこう一個の答えしかダメっていう教育が多いですよね。僕ゲンチャリの試験を勉強しないで受け入ったら3回連続で落ちたんですよ。まあまあまあじゃないですか。でそれはなんでかっていうと、例えば交差点の確か前後5メートル以内は駐停車 してはいけません。まあきっとそれはもちろんルール的には罰なんだけど、じゃあおばあちゃんが倒れててもバイクを止めちゃいけないですかみたいな、そういう問題じゃないじゃないですか。で俺あまりにも納得できないから試験官のところに行って、これってそういう場合はどうするんですかって言った時に、なんて言ったと思います？いやこれ試験的な問題なんでって言われたわけ。まあまあまあ言わんとしていることはわかるけど、そういう単眼思考っていう答えが1個しかないっていう教育が良くないなと思います。まあそんな中、僕たちはやっぱり圧倒的に稼ぐ力をつけていかなきゃいけないわけですよね。これは綺麗事じゃなく、やっぱお金っていうのは大切なことです。お金がなければ大切な人を守れないし、病院に行くこともできないじゃないですか。で別に金がたくさんあれば幸せだとも思っていません。お金持ちで不幸なやつなんかいっぱい知ってるけど、でも俺の周りで不幸になったやつは 100% お金なんですよね。だから綺麗事じゃなく、まあお金というか経済力をつけるってことは大事だなと思っています。お金ってね、稼ぐことも大事なんだけど、どうやって使うかっていうことの方が実は難しいんですよね。まあ僕はこの使い方を学んでいく、まあこれはね、勉強じゃないし、セミナーじゃないし、 YouTube じゃないんですよね。まあそういうお金の使い方が上手い人と何回もお酒を飲んだり、食事をしたり、価値観を学んだり、読んでる本を教えてもらったり、その人がつけてる香水の匂いを真似するみたいな、まあそれもある意味勉強かもしれませんね。そういうふうにこう稼ぐ力をつけるっていうのは、そういうふうにこう多面的に学んでいくっていうことが大事なんじゃないかなと思います。それではまとめていきましょう。まあ今日本はドロドロだよって話をしました。収入下がってるし、税金上がってんだよっていう、そんな中ね、何をすればいいのかというお話を今日しました。この後ですね、プレミアムメンバー向けに稼ぐ力をつけるためのワンポイントというお話をしますので、ぜひね、プレミアムメンバーもしくはスタイフのメンバーシップの人たちは聞けますので、ぜひ聞いてください。そしてまだメンバー登録されてない人はね、1日30円ぐらいなので、ぜひ参加していただければと思います。そして毎週火曜、木曜、土曜日の夕方に5時ですねに配信しているプレミアムコンテンツというのがスタートします。週に3回プレミアムメンバーしか全く聞けないコンテンツを出すんですが、今日はですね、今日の夕方5時にどうやって収入を増やせばいいのかというお話をしますので、プレミアムメンバーもしくはスタイフメンバーシップの皆さんは、楽しみに聞いてください。1日30円で学べるオンラインサロンライフハック研究所、1年後の未来をより良くするための動画や音声コンテンツを毎日更新していて、過去のコンテンツも全て視聴可能となっております。ぜひこちらもご参加ください。それでは今日も素敵な一日を。リンダマンでした。まったねー。